写真はあのお聞きしたかったんですけども、はい、何年やられてましたっけ。もう結構長いですよね。そうですね、まあ20歳で大学で始めたとして、はい、もう30年ぐらいですね。飽きてないですか。飽きて、微妙な質問ですねなんか失礼なあれかもしれないですけど、うん、もう撮り方とか全部わかるわけじゃないですか。そうですね、こう撮りたいっていうものがはっきり分かった上で、そうですね、本間さんの写真好きなんですよ、はいはい、でもなんかこうご自身で発見を探されてる感じがするんですよね、うん、あのそうですね、感じがする写真というか、うん、まあ、あの役者の人もそうかもしれませんけど、うん、その大体ハイアマチュアの人から相談とか受けるときに、うん、こう撮りたいんですけどどうやったらいいですかってことを聞かれるんですけど、うん、で僕は自分がやっぱり今言われた通りこう撮りたいと思ったら、まあ、大体こう撮れるんですよね。そうですよね。でやっぱりそのことに対しては飽きてるんですよ。飽きるんですよ、はい、だからどうしてるかっていうと、そのまあデジタルじゃなくてフィルムで1枚1枚撮るカメラなんですけど、うん、1回1回もう全部見えなくなる状態で写真撮るんですけど、だから実際その瞬間どう写ってるか分かんないんですよね。あでむしろ自分でも見ないようにして撮るっていうかそうなんですか。見ないんですか、はい、もうそうですね、構えたらめっちゃ飢えてるじゃないですか。あのなんかこう違う風になんないかなみたいなの。そうですね、だからそれで出来上がってきたものを見て、あこんなとこ映ってたんだっていう発見。だから波とか撮っちゃうんですか。そうですね、であれも波も全然見てないんですよ。もうただただフィルムを入れ替えてるだけで、それで上がってきたのを見て、あこう映ってたんだっていうそうじゃないともうやっぱり飽きちゃうんですよね例えばあの芸能人の人とか撮る場合とかも、はい、モデルさんとか、まあ、はい、女の人とかも綺麗に、はいはい、ね、で大概話し合って分かり合って撮りましょうっていうのが、まあ一応教科書なんですよ。あるですね、一種の教科書なんですよ。まあ出る人にとってこう、まあコミュニケーションをとって、この人何を撮ったら自分の思い通り撮れるかなとか言いながら、こう話しながら探って可愛い瞬間を探して撮る、はい、なき、はい、普通の場合は、はい、で僕は三脚立てるんですけど、はい、立ててこう、まあ、岡田さんこう撮ろうとしますよね、はい、でフィルム入れるんですけど、相手が構える前に絶対1枚撮っちゃうんですよ、意味ないで、あの、自分でも見ないで、はいはいはい、でそれが結構やっぱ一番いいんですよね、構えない瞬間が、はい、でそれってもう二度とないんですよね。なんか子供を撮る時にもやっぱ荒木さんにも、もっとなんかこう仲良くなってから撮れ、いい表情撮れよとかって言われるんですけど、あの最初に人見知りしてるじゃないですか、知らない子供なんか、はいはい、その表情っていうのはもうその時しか撮れないんですよね。一回仲良くなったらもうその表情してくれないから、だからなんかそういうキワキワもうだって構えられたらつまんなくなっちゃう、ね、そうなんですよ。だからモデルの子でよくいちいちワンシャッターごとにポーズ変える子がいるんですけど、はい、まあ、あれが嫌で嫌でなんて思ってるんですか。くそつまんねえなと思いながら撮ってるんですか。動かないであ結構冷たいタイプですか現場では。モデルさんとか、動きはもうか形決めやがったって心の中で例えば、まあ、言わないにしても思ったら、結構まあ、あ動かないでみたいな感じで明るく言うのか、それともずっと見て動かないでって、まあ普通に動かないでって言いますけど、その冷たく感じる前に多分終わってると思いますね早いですか。早いですね、いっぱい撮らないですね。ああ、何が大事で何が見たいかっていうのが結構まあもうそのレベルがこう上にいるから、もう構えられた瞬間にもうダメだっていうのってのは分かる気がしますね、うん、そうですね。まあそれとなんか僕あの偉いアートディレクターの人に言われたんです、はい、ことがあるんですけど、はい、本間君はアマチュアだなって言われたんですよ。それもいい、結構もう名前とか出て、はい、もうほんの 5,6 年前の話ですけど、アマチュアだなってこう嫌味言われたなと思ったんですけど、うん、今最近そのアマチュアっていうことを僕の中では再評価してて、うん、アマチュアってなんか日本だと未熟とかそういう感覚あるじゃないですか、はい、言われる感覚もありますね、はい、でもともとアマチュアってその純粋に物事を突き詰める人っていう意味があるんですよ、うん、商売とかそういう仕事から離れて、うん、なんかそういう意味で僕あの
こんな本当にいろんな仕事しといて申し訳ないんですけど、もう写ってなくていいやぐらいな。じゃあ写真って何ですか。写真って何だろうみたいなのを、まあ、展覧会とかでやられるじゃない、はいはい、本当の真実はこれじゃないよ、はいはい、誠とは、はい、あの写真は、まあ、写真の真で誠を写すだけの矛盾じゃないっていうのをこう実践されたりとか、やっぱちょっと飽きてるんですかね写真に。まあそれもその部分もあるでしょうね。言葉は悪いですかね、うん、じゃあ飽きてるって言ったらやっぱりこういろいろ仕事されてる、うん、でもだから飽きてると同時にもっといろんな可能性があるんじゃないかっていう風に深入りはしてますね。なんか危ないとこに深入りされてますよね。そうですね、そうですね、ちょっと哲学になっちゃうじゃないですか。哲学というか、なんだろう、精神世界なのか。うん、でも結局はそこを救ってくれるのはやっぱりカメラっていう機械なんですよね。うん、僕が撮るわけじゃないから結局は。また深い哲学行きましたね。いやいやいや、例えばね、まあ、シャッター押すのはタイミング切るのは本間さんじゃないですか。まあそうですけど、でもよくなんか美大生とか言うのはすごい悲しい気持ちで撮った写真なんですとかって言うんだけど、うん、悲しい気持ちで撮ってもそれは写真に写んないじゃないですか。まあそうですね、青空とか撮ったら、はい、悲しい気持ち映んないも映りませんよね。映んないですよね。なんかそういう非常なとこが好きなんですよね写真の。そうですね、非常ですよね、はい、それを文章だとちょっと難しいんですよ。うーん、悲しい気分の時に書いたらやっぱりちょっと悲しくなっちゃうじゃないですか、はい、だからカメラがあるといいなと思うんですよね。カメラってじゃあ何だと思ってるんですか。その何を切り取るとかも思ってないんですか。そうですね、切り取るっていうところの段階は結構過ぎちゃったかもしれないですね。今何ですかじゃあカメラは。狂気ですか。いや、映っちゃった。映っちゃった。映っちゃった。映っちゃったか。映っちゃったっていうのが一番いい写真。好きですね。いい写真かどうかわかんないんですけど。